またいだ。またいだ。モデメメメヨヨ。なんだっけ思い出してたそれ。モデメメメヨ。男のいびきの声みたいな。いびき？マジ。誰か寝てるのこの部屋で。いや寝てないっしょ。本当に聞こえないの？いびきやの。やめよそういう話。違う話しよう。ねえ！怖い怖い。何？え、待って怖いよ。うちらも真帆にびっくりしたよね。大丈夫なんで笑ってんの？え、だっていびきみたいなのが聞こえるの。いびきってやばくない？確かに、ね、熱い。ちょっといびき、どうしたの？
へたってたの知らなかった。え、なになになに、ドッキリです。どっからがドッキリ。心霊ドッキリです、これは。はい、でも本当にあのいびきみたいなの聞こえたんだけど、携帯で流しました。だって本当に騙された。ウケる、そう、ウケる。初めて騙された。え、大丈夫ことね。うん、お腹痛くないよ。うん、頭も痛くないよ。え、本当にことね。本当に。こんなのに騙されるのは真帆しかいないと思って ね、 本当ね、真帆をターゲットにしました、はい、ごめんね、騙して大丈夫だよ、みんなみんな、ちゅうことやめてみんな友達みたいに言われて大成功大成功みんな、はい、ということで、はい、真帆ちゃんのドッキリ大成功。イエーイ。いや、分かんなかった。よかった、よかった。もう超笑い、これ大変だったわ。ちょっと笑よくさ、あのさあの演技であんな暴れ出せたの。やっぱり演技派だね、うん、はい、チェゴのドッキリが良かったと思う方は高評価とチャンネル登録お願いします。そして Twitter と Instagram、TikTok のフォローもお願いします。はい、ということで今日は大成功でした。イエーイ。みんな騙されない。